フィギュアスケートのアイスダンスで今年の世界選手権代表の小松原美里、村組倉敷 FSC が今期をもって解散し、小松原美里は現役引退することが22日、発表された。弟ととは現在さまざまな可能性を熟考している状況ですとしている。2人は2016年にペアを結成し、17年に結婚。20年には美里が日本国籍を取得し、 22年北京冬季五輪は夫婦で出場、日本の団体銅メダル獲得に貢献した。3月の世界選手権、モントリオールにも出場し、自己最高の18位をマーク。ミサトはこの日、自身のインスタグラムで、自分の競技人生をやりきったと心から思えている自分に気づきました、とつづった。今後は、プロスケーターとしてアイスショーなどの活動は続けていく予定という。 ミサトはインスタグラムでアイスショーにプロスケーターとしてティムと共演したり、コーチの資格をカナダで取得するためのコースや試験、レッスンを受講して、コーチングや振り付けなど国を問わず、心身健康に選手が頑張れる状況をサポートできるよう行動していきます、と思いを述べた。